ちょっと下に降りて、まだなんかブループリントがあるみたいなんで、残党兵を片付けたいと思います。どこ残党兵、あ、いた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 、ほら、ほらほらほら、倒したぞ。あまり強いとは思えないけど、あ、これ爆破させればよかったのか、失敗したな。あともう一人いるみたいだけど、ブループリントこの金あれの中かな。ほらほら、あいやいやいや、当たった、当たったみたいだけど、よいしょ。すっげえ、なんかなんだろうね、あ、武器持ってたんだ。ちょっと待って待って待って、痛い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 、ほらほら、オッケーオッケーオッケー、これでこんな簡単でよかったんだね。銃持ってんの全然気づかなかったです。よし、とりあえず飲む。これも使えて、ボス戦で必ず使えますんで楽しみにしてください。ブループリント、スプリットショットって何これ。リードパイプとアサルトライフルっぽいね、多分ね。これポイッチして、よいしょ。これなんかショットガン的な感じになるの、どういうこと。なんか銃口が4本もついてるんですけど。どういうことかな、何発撃ってんのこれ。113発も撃ってますね。ちょっと撃ってみようか。うわ、すげえ、4発同時撃ちできるんだ。ってことは弾がすごい速くなくなるってこと。あ、そんなことないね。ちょっとフレーミングソードに変えようか。電源すあカットしてね、あそこビリビリしてるやつを、カットするという形だと思うんですけど、ここか、よいしょ。別に紛争する必要もなかったね。どこまでも。お、誰これ。ふんふん。ああ、彼をまだ探してるというのに町の破壊作戦を進められては困るのよ。約束の通り6日間は必要なのって。彼って誰。それはこの作戦のメインミッションではないのだぞって言ってますけど。作戦指揮官として命令します、話しなさい。発見できてよかったです大統領、マダム大統領って。大統領生きてたんだね。なんだこれ。あなたの死体が必要だったんですよって言ってますけど。殺しちゃうの。あ、ゾンビにするんだこれで。エイリアンチックだね。あーあーあーあああああら、ゾンビになっちゃった。おはは、下級兵士の誰かを彼女に襲わせろって。それを録画して、あ、メディアにさらしてしまえって。その後頭を飛ばすんだって言ってますね。ミッション作成だなって。ディエゴ？ディエゴが必要なのって。彼は部隊と一緒にミュージアムにいなかったって。あー、はい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 、なるほど。この人たちがチップを使えなくした張本人みたいですね。前チップが埋め込まれてない人にね、感染したのが原因って言ってましたよね。なんかチップをオフにするのに使った長射の何かが突然変異した、統一性変異をね、もたらしてるって言ってますね。でこのおっさんは新兵器となり得るかもしれんって言ってますね。マヌケメン、他のことはいいの、集中しなさいって。隔離テントを探しなさいって。それでもディエゴが見つからなければ、うん、そこにいる全員を始末しなさいって、害虫のようにねって、仰せの通りにって言ってますけど。あー、そこに電源があるって。お、戦うの。あー、いきなり始まった。待って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 、よし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 、いて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 、パワーサプライをね、 OKOKOK。 なんかディエゴ、そうですね、お話聞いてるとディエゴが重要人物みたいで、ふむ、大統領はまだ生きてたんですね。だけどなんかゾンビに刺されちゃいましたね。ちゅうことで、あの女性キャラクターは一体誰なのかということで、話が進んでいってますが、
ちょっとパワーサプライを先にカットしよう。あった、ジェネレーターをオフにして。でもなんか中の人たちゾンビになってるよ。ピョンピョン飛び跳ねてる。オッケーオッケー、よし。ジェネレーターをどうやって解除するのかな。あ、壊すんだ。オッケー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 。でもジェネレーター、あー、もう一個ある。なるほど、よし。ボス戦だと思ったら違うんですね。とりあえずここ掃除して、よいしょ。またこれ壊すのかな。よし。でもジェネレーター壊しても誰もいなかったよ。捕らえられてる人はここじゃない場所に連れてかれたってことでしょうね。トラジックエンディングにヤバい。ここ？この上かな、これ。せっかくだから調べていきましょうか。あー、いたいたいた、この人だ、インスペクト。なんかタクシーに乗るにはベストな場所ではなかったようだとか言って書いてあるけど、ジェネレーター壊したけどまだビリビリしてるのかな。あ、まだの、まだあるんだ。え、あー、もう入れんの。あ、いた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 。ニック、来てくれて嬉しいわって言って、出よう、ここからって言ってますね。話してよって言って、そいつは問題の諸悪の根源よって言って、そこに ほっときなさいって言ったけど、置いてけないって言ってますね。うん、まあ仲直りっていうか、一時的に助けてあげた感じか。ああ、バンに行けって言ってますね。ついてこい。おということで、バックアップが呼んでくれたみたいなんで、この人たち、わあ、痛い痛い痛い、まだあの人たち残ってるんですね。ディフィートドオールスペックオプスって書いてあるんで、あの人たち全員倒さないといけないみたいですね。これはこいつの出番としか言いようがないだろう。一番視界が良さそうな場所に。痛い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 、奥、よし、撃て、撃つんだ。次はこいつ、よいしょ、よし、いっぱいいるじゃんここちょっとまずい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 、撃たないんだ全然あれ。よし、倒したの。よし、倒したよ一匹。うわ、めっちゃいる。あれ撃った方が早そう。よし、なんか赤いやつが出てる。あははあと何人いんのかな。まだありますね、ブループリントが。全然あのクマの人形は何の役にも立ってないっていうね。体力回復しないとやばいかな。でレッドも何もしないっていう。ちょっとダメだこれ。やっぱりあれだ、やっぱりゾンビにしか効果がないのかな。なんかそんな感じですね。何にもしてくれなかったですね。うえーとか言ってますけど。ああ、銃の弾がなくなってるから早く動けって言ってますね。ちょっとその前にですよ。痛い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 。全然なんか食らってないんですけど、全然食らってないんですけど、ちょっとこっちの方が強いな。オッケーオッケーオッケー、倒したらしい。その前にですよ、ブループリントがあそこにちらっと見えてますんで、それを拾いに行きたいと思います。よいしょ。その前に体力回復しないとまずいな。これではない。よし、よし、おお、すげえ。
めっちゃ回復しましたね今。よし、ロケットパンチ。また弱そうなものを。これあんま使えない。ゾンビには効果高いそうですけどね。どうしよう、作っておきたいんで。この中でいらなさそうなのっていうとこれか。もういらんちゅうにあったわ。何と何つければいいんだろう。ちょっと見てみますね。まだ適当なところで区切っていきますんでよろしくお願いします。スプリットショットではない、アサルトライフとリードパイプだよね。あともう一つロケットパン。あ、ん、ボクシンググローブとなんとかタンク。ないねここには。あ、あった、ボクシンググローブとこれ。これね、はいはいはい、作ってみます。すげえ、これ強そうかも。ちょっとあの見た目負けしそうな感じですけど、とっても。よし、じゃあ皆さん行きますよ。回復アイテムを持っておきたいけど、まあいいか。よし、じゃあ出まーす。あ、キーカードが必要だって言ってますね。なんかコマンダーを倒せって出ましたね。ちょっと待って待って待って、また置いてみるとりあえず。よいしょ、やっぱ攻撃してくんないですね全然。全然攻撃してくんない。やっぱゾンビにしか役に立たないのかな。痛い痛い痛い、ほら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 、ひるみもしないんだねコマンダーこんななんかいいのかね、こんな感じで。あ、そうか、これ乗りゃいいのか。ローラー砲があるからこれで瞬殺だい。ダメかな。あ、いら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 、ほら、よくやがった。ああ強い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 、こっちの方が強いぞ。倒した、瞬殺瞬殺でしたね。よし、さすが私の乗り物。よし、なんか武器捨てちゃったね。あ、そっかそっかそっか、クマの人形は何の役目だなかったら、もういいよ、もうほっといて。あ、落としたね。やっぱちゃんとボスの周りは倒した後見るべきですね。了解です。みんな動いてるよ、行くか。じゃあよし、バンを用意したって言ってたんで多分それに乗れってことでしょうね。さてさてさて、逃げるぞ。ああ、戻ってこいって言って。おお、今日、ああどうすんの。うん、貸し借りができたなって、助けてくれたからって言ってね。さっき助けたかもしれないもんね。おお、ナイスレッド。待って待って待って、飛行機に燃料入れないとって。友達にも知らせなきゃって、奴らが探してるみたいだからって。その友達だけを探してるわけじゃなさそうだぞ。あ、あ、テロリストって書いてありましたね。なんで俺たちをって言って、レッド俺には全くわからないって。俺のケツにも火がつくなって感じ。飛行機落ち合うかって。アニーとタノン、他の仲間のために俺が見てくる。サンセットヒルのカラオケバーで会おう。燃料は高速道路の下にある中央倉庫にあるって言ってますね。中に車が止めてあるからすぐに見つかるさって言ってますけど。なるほど。ちゅうことで、まあ時間も時間ですし、ここで一回やめたいと思います。長い間ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。失礼します。